旅行に行きたいけど行けないという方に、浮世絵を通して江戸時代の旅をお楽しみいただきましょう。ご覧いただくのは歌川広重の出世作東海道五十三次です。広重の東海道五十三次は、東海道の五十三の宿場と出発地点江戸の日本橋と終点京の都三条大橋を描いた55枚シリーズの浮世絵版画です。広重の絵を彫り師が彫って、摺り師が摺ったもの。江戸時代後期、天保4、5年に出版されました。序文には、目の当たり、そこに行きたらん心地せられてとあったとか、つまり実際に旅に出なくても東海道の風景を目の当たりにでき、まさに行ったような心地にさせてくれる作品ということです。江戸時代、幕府が大名に課した参勤交代の制度は、街道と宿場を発達させました。中でも江戸と京をつなぐ東海道は最も重要なルートでした。庶民はそう簡単に旅に出ることはできませんでしたが、江戸時代も中期以降になると、神社や寺院へのお参りが目的とあらば、庶民も旅ができるようになりました。遠くに次州総本山の遊行寺を描いたこの作品、4人の座頭は針や灸の腕前を上げるため江ノ島弁天にお参りしようとしています。藤沢橋の上で大太刀を担ぐ男は、商売繁盛の神大山神社へ奉納に行くところでしょう。沼津の鹿野川堤沿いを歩いている母と子は、お伊勢参りに向かうところです。手に持った柄杓がその目印。柄杓を持って伊勢に向かえば、街道筋の人々が旅人に食べ物などを施してくれます。施しをする人にも功徳があると信じられているからです。また大きな天狗の面を背負っているのは、こんぴら詣に向かう人。お参りに行けない人々の思いをこの面に託して奉納してくるのです。ちなみにこの絵は55枚中唯一、夜道の旅風景です。満月とはいえ、夜の旅は危険なので、旅人は早く宿に着きたいところ、足早に宿場に向かっています。現在、東海道新幹線を利用すれば、東京・京都間は3時間半で行けますが、江戸時代、徒歩による東海道の旅は10日から2週間かかりました。あぜ道を走ってくるのは飛脚、現在の郵便屋さんです。飛脚は江戸・京都間を3日ほどで走ったといいます。もちろんリレー式、交代制だったそうですが、飛脚とすれ違うのはカゴかき、方々に網を張って客を待つのが雲のようだということで、雲助なんて呼ばれていました。客を目的地に降ろした後、空かごを担いで帰るところです。さて、ここでちょっと一服。街道にはこうした吉津がけの簡単な出茶屋があって、旅人の渇きを癒してくれました。茶屋の女性が夜間の火加減を見ている傍らで、雲助はキセルの火を拝借。縁台に腰掛けた旅人は、旅
立て札に止まった鳥に目を向けています。叙情の画家広重ならではの芸の細かい表現が見るものを和ませてくれます。 Go to time travel。 歌川広重、東海道五十三次、その1、旅の目的はここまで。次回その2では、このシリーズで特に人気の高い作品と浮世絵版画のテクニックをご紹介します。どうぞご期待ください。